では白昼の体積勉強していきましょう。今回重要点は一つだけです。それは体積ってどうやって求めるんやということです。で、体積っていうのはね、小学校でも一度習ってるんですが、軽くおさらいしておきましょう。その立体の空間上での大きさ、それを数字で表したものを体積というんでしたね。つまりね、僕らが住んでるこの世界の中でね、どんだけの場所を取ってるねんと、それを数字に表したもの、それが体積です。じゃあね、そんな体積をどうやって求めるか再確認しておきましょう。小学校ではね、縦かける横かける高さで習いましたが、中学校からは底面積かける高さ、底面積かける高さで覚えておきましょう。これ何言ってるか、早速ね、この具体例で見ていきましょう。この直方体の体積はどうなるでしょうか。っていうと、小学校までのやり方やったらね、縦かける横かける高さで求まったんですね。つまり式としては 3×5×4 です。でもね、今後円柱とかね、今回も三角柱の体積とかなってくると、縦かけ横かけ高さっていうやり方じゃね、できないですよね。だからこそ今回出てきた底面積かける高さという考えを使います。今回の例で言うと、底面っていうのはこの5センチ3センチの長方形ですね。だからこの面積を求めると、そしてね、5センチかける3センチで15平方センチメートルですよね。それに高さの4センチをかけて60立方センチメートルと体積がわかります。このね、底面積かける高さで体積が求まるっていうのは、イメージとしてはね、この底面を上にこうやってズズ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 ズと、こうやって積み上げていくというイメージです。そうすればね、体積っていう、こう僕らが住んでる世界の中でどんだけの場所を取ってるかを数字にしたものっていう、その直感にも合いやすいですよね。じゃあ以上を踏まえてね、今回の問題も見ておきましょう。図の三角柱の体積を求めようという問題です。やっぱり体積って言われたらどう求めるかっていうと、底面積かける高さなんですね。底面積かける高さやと。じゃあね、この三角柱で言うと、底面はこの三角形ですよね。もちろんこっちで見てもいいです。長さとしては3センチ、4センチ、5センチです。じゃあね、底面積はどうなるでしょうかっていうと、やっぱり三角形の面積なんで、底辺かける高さ割る2で求まるんでしたね。じゃあね、底面を書き出してみると、ここがね、垂直直角っていうことに注意したら、こんな図になりますよね。で、底辺かける高さ割る2、底辺と高さは常に垂直の関係でしたね。だから底辺かける高さっていうのは、この 3×4÷2 で求まります。この5は使わないんですね、面積を求めるためには。ということでね、底面積は 3×4÷2 計算したら6平方センチとわかります。あとは体積求めるためには、それにね、高さ4センチをかけるんですね。この底面をね、ズズ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 ズと積み上げていくイメージです。ということで、求める体積は底面積6平方センチかける高さの4センチで24立方センチと分かるという流れです。もちろんね、慣れてきたら、もうこうやって分けて書くんじゃなくてね、一つの式にして、底面積 3×4÷2 かける高さの4って一つの式にまとめても全く問題ないです。ということで、白昼の体積、OK でしょうか？今回の重要点しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、白昼の表面積勉強していきましょう。今回重要点は一つだけです。それは、表面積ってどうやって求めんねんということです。で、そもそも表面積って何やねんっていうと、その立体の見えてる面すべての面積を足し合わせたものを表面積と言います。この立体のね、見えてる部分の面、ここのね、長方形とか上のね、この三角形とか、その見えてる面全部の面積を足し合わせたもの、それが表面積です。だからですね、表面積を求める一番よくやる方法っていうのは、展開図を書いて、その面積を合計するということです。早速ね、具体例見ていきましょう。この直方体の表面積を求めたかったら、まず、この直方体の展開図を書きます。じゃあね、直方体の展開図ってどんなやったかなっていうと、まあ大体こんな感じですよね。長さも大切です。ここにね、この4センチ、5センチの面があるなと。まあそれをね、この真ん中辺のここにしておこうと。でね、この直方体をパカッと開いたら、これっていうのはその横のここになりますよね。だから4センチと3センチなんですね。ここ3センチっていうのはここと一緒やからです。同様にこっち側っていうのもこれになりますよね。またここの面、そして下の面っていうのはこことここになりますよね。であと最後ね、一番奥側の面、ここでね、展開図が完成します。でね、展開図書いて長さをつかめたら、あとはこの面積を求めて合計するだけです。でまあね、1枚ずつ求めていってもいいんですが、まあまあ面倒ですよね。だから大体みんなどうするかっていうと、これが2枚分と、あとこの側面、長い1枚という風に見ると計算楽です。
じゃあね、底面2枚分の面積どうなるかっていうと、3cm×5cm、それが2枚分なんでね、30平方センチですよね。これでもこことここの面積が求まりました。次、側面積、この長い長方形求めましょう。縦が4センチですね。で、横の長さどうなるかっていうと、これ3+5+3+5ですね。全部で16センチです。だから、側面の長い長方形の面積は 4×16 で64平方センチとわかります。これでね、この側面の面積も求まりました。で、じゃあ、求める表面積はどうなるかっていうと、その全部の合計なんで、30+64で94とわかる。という流れです。以上を踏まえてね、今回の問題見ていきましょう。図の三角柱の表面積を求めようと。やっぱ表面積求めるためには、まずは展開図を書く必要があります。三角柱の展開図ってこんなんでしたね。ここがね、3センチ、4センチの面、ここをまあ真ん中に書きましょうと。で、パカッと開いてね、底面が上と下に来ます。で、この面っていうのがこれですね。で、この奥側のこの面っていうのがここです。こうやってね、展開図とそれに対応するね、長さが分かったら、あとはこの面積を合計していくだけです。で、やっぱりね、この底面2枚分と長い側面1枚の長方形の面積、これをそれぞれ求めて足していきましょう。まずはね、この底面積どうなるかっていうと、これ三角形なんで、底辺かける高さ割る2、3センチかける4センチ割る2、それがでもね、1枚2枚、2枚分あるんで、計算すれば12平方センチですね。じゃあ次、この長い側面はどうなるかっていうと、縦が4センチです。横が5+3+4ですね。5+3+4。これ計算すれば12ですよね。だから、この長い側面1枚の面積っていうのは、縦 4×横12 の長方形なんでね、計算すれば48平方センチとわかります。よって求める表面積はね、それらを全部足し合わせた 12+48 で60平方センチとわかる。という流れです。ということで、角柱の表面積、OK でしょうか？今回の重要点しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、円柱の体積勉強していきましょう。今回、重要点は2つあります。まず1つ目、円の公式を思い出しましょう。周りの長さ、面積、どうやって求めるんでしたっけ？ここからね、円柱とか円錐の体積とか表面積求めていくんですが、一番基本となるのはね、やっぱり円の公式です。再確認しておきましょう。まずはね、円周の長さ、この円のね、周りの長さってどうやって求めるんやったかなっていうと、直径かける π で求まりましたよね。このね、π っていうのは円周率のことでしたね。3.141592 みたいなやつです。で、中学の数学ではね、もうその 3.14 のね、ややこしい計算みたいな線でよくて、もう π のまま文字みたいにして扱っていきます。だからね、この円の円周どうなるかっていうと、これ直径がね、10センチなんですね。半径が5センチやから直径10センチです。だから、円周、円の周りの長さっていうのは、10×π で 10π とわかるんですね。次、円の面積公式も思い出しておきましょう。円の面積求めるには、半径×半径×π やったんですね。だから、この例やったら、この円の面積っていうのは半径5センチなんで、5×5×π で 25π とわかります。じゃあ次、重要点2つ目。ここからがメインテーマですね。円柱の体積ってどうやったら求まるでしょうか？というと、体積は底面積かける高さで求められるんでしたね。それは円柱になっても同じです。この円柱のね、体積を求めたかったら、底面積かける高さをすればいいです。じゃあね、円柱の底面積はね、これ底面は円なんで、半径かける半径かける π で求まりますよね。だから 4×4×π で 16π です。それにね、高さの10をかけて求める体積は 16π×10 で 160π 立方センチメートルとわかります。以上を踏まえて今回の問題を見ていきましょう。次の円柱の体積を求めようということでね、このような円柱が与えられています。やっぱりやることは一緒で、底面積かける高さで体積求まるんでしたね。底面はね、円なんでその面積は半径かける半径かける π です。だから 3×3×π で 9π 平方センチです。それにね、高さの8センチをかけて体積が求まります。求める体積は 9π×8 で 72π 立方センチメートルとわかるという流れです。もちろんね、慣れてきたらこうやって分けて書くんじゃなくて、底面積 3×3×π かける高さの8とね、もう一つの式にやっちゃっても全然問題ないです。ということで、円柱の体積 OK でしょうか？今回の重要点2つ、しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、円柱の表面積勉強していきましょう。今回、重要点は1つだけです。それは、円柱の表面積ってどうやって求めるんやということです。でね、もう一度表面積についておさらいしておきましょう。
その立体の見えてる面すべての面積を足し合わせたもの、それが表面積でしたよね。だからこの円柱の表面積っていうのはこの見えてる部分の面なんで、この上の底面、下の底面と、そしてねこの横の側面、これら全部の面積を足し合わせたものが表面積です。だから表面積を求めるには展開図を書いて面積を合計するんでしたね。例えばですね、この円柱の表面積を求めてみましょう。そのためにはまず円柱の展開図を考えます。円柱の展開図ってこんなんでしたよね。この底面2枚と側面1枚でできてるよと。で、このね、底面2枚っていうのは半径4センチの円です。そして、この横の側面っていうのはね、ここ長方形になるんですね。ビローンって広げて。あとはね、それぞれの面積を足し合わせたら表面積です。でもね、大事な方、難しい方から見ておきましょう。この側面積を求めるのが最大のポイントです。というのも、これ長方形ですが、まあ、縦10センチは分かってるんですが、この横の長さが分かってないんですね。で、この横の長さが、この底面の円周と等しくなるというのが最大のポイントです。組み立てたらね、こう元に戻るっていうことは、ここのね、円周と、この側面の長方形のこの横の長さがピタッと重なるんですね。だから、長さが一緒なんです。そう考えると、この円周の長さってどうなるかっていうと、これ直径 ×π で求まるんでしたね。半径が4センチなんで直径は8センチです。だからこの一周は 8π とわかります。だからこのね、側面の横の長さも 8π とわかります。じゃあね、この側面の横が 8π とわかれば側面積求めることができますよね。縦かける横 10×8π で 80π です。あとはね、この底面積を2枚分足し合わせたらいいだけですね。じゃあこれ底面積どうなるかっていうと、半径が4センチの円です。円の面積は半径 ×半径 ×π で求まるんでしたね。だから 4×4×π、16π がこの底面積です。以上よりね、求める表面積はここ 80π と 16π、16π 全部足し合わせて 112π とわかる。これが表面積の求め方です。以上を踏まえて今回の問題を見ていきましょう。図の円柱の表面積を求めようという問題です。やっぱり表面積なんでね、まずは展開図を書きます。円柱の展開図、こんなんでしたね。で、面積を求めるためにね、長さも書き込んでいくんですが、やっぱり最大のポイントはここですね。この側面の長方形の横の長さは、底面の円周と同じ長さになるんですね。じゃあ今回底面は半径が3センチなんでね、直径は6センチです。円周は直径 ×π なんで、6×π で 6π。だから、この側面の横の長さも 6π とわかります。あとはね、それぞれの面積を足し合わせれば表面積です。順番はね、どっちでもいいんで、先とは違って、この底面積から求めていきましょう。底面積はね、1枚あたり半径3センチの円なんで、半径 ×半径×π、3×3×π、9π が1枚あたりの面積です。でもね、やっぱり2枚分あるんで、もう初めからかけるにしときましょう。底面積2枚分で 18π となります。そして先ほども見た通りね、次側面積ですが、横の長さが 6π なんでね、8×6π で面積求められますよね。側面積は 48π です。だからね、求める表面積はこの底面2枚分 18π と側面積の 48π 合わせてね、計算して 66π とわかる。という流れです。ということで、円柱の表面積 OK でしょうか？今回の重要点しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、角錐や円錐の体積勉強していきましょう。今回の重要点は一つだけです。それは、角錐や円錐の体積をどうやって求めるかということです。でも結論から言うとね、角錐や円錐の体積は、底面積×高さ×3分の1で求まります。早速ね、まずは具体例で体積を出してみましょう。この静止角錐の体積はどうなるでしょうか？というと、底面積かける高さ。で、今回ね、こう尖ってる錐なんで、かける3分の1で求まることが分かってます。つまり今回底面積は6センチ6センチの正方形。で、高さは4センチですね。だから、6×6 の底面積に高さの4をかけて、それを3分の1すると。底面積 6×6 イコール36に高さ4をかけて3分の1。計算したらね、48立方センチメートル。このようにしてね、静止角錐の体積が分かります。で、このようにね、公式に当てはめればもうそのまま出るんですが、この公式をちょっとでも印象付けるためにね、理屈も少し理解しておきましょう。まずこのね、底面積×高さ、6センチ6センチ×4センチは何を表してるかっていうと、この直方体の体積を表してるんですね。
で、この図を見れば分かる通りね、僕らが今求めようとしているこの正四角錐の体積っていうのは、当然この直方体よりちっちゃいですよね。直方体からパカってなんか取ったもんですよね。で、どんだけちっちゃくなったかっていうと、3分の1倍になっていると。このね、尖ってる錐にすると、柱、柱の状態から3分の1倍になるよっていうのを、昔数学の偉いさんが見つけてくれたんですね。だから今回その公式を使わせてもらって、正四角錐の体積を出そうということです。以上を踏まえて、今回の問題を見ていきましょう。次の立体の体積を求めようということでね、カーコイちゃん今見たような正四角錐です。カーコには円錐ですね。どちらにせよやり方は一緒です。角錐でも円錐でも、底面積×高さ×3分の1で求まります。ではまずカーコイ1行きましょう。これね、底面積どうなっているかというと、底面積はこれ正方形ですね。12センチの正方形です。で、高さ8センチですね。そしてあとは公式に当てはめるだけですね。底面積×高さ×3分の1なんで、底面積 12×12、144に高さの8をかけて3分の1倍します。約分して計算すれば384立方センチメートルと体積が求まります。もちろんね、これは慣れてきたら一つの式にするのも全然 OK ですよね。底面積 12×12、高さ8かけて3分の1倍すると。この方がね、約分ちゃちゃっとできてやりやすい人も多いと思います。じゃあ次、カーコに行きましょう。カーコには円錐ですね。でもやり方は一緒です。底面積かける高さかける3分の1で求まります。じゃあ底面はね、半径5センチの円なんで、円の面積は半径かける半径かける π でしたね。だから5×5×π で 25π です。それにね、高さの12をかけて3分の1すると。これで体積が求まります。またね、約分して計算すれば 100π 立方センチメートルと体積が求まります。もちろんこれもね、慣れてきたら一つの式に表して答えを求めて OK です。最後にね、この円錐と円柱のね、体積の違いのイメージも持っておきましょう。当然この求めたい円錐っていうのは円柱よりちっちゃくなっているんですね。どんだけちっちゃくなっているかっていうと3分の1倍やと。これがね、底面積×高さ、錐やったら3分の1するのイメージです。ということで、角錐や円錐の体積、OK でしょうか？今回の重要点、しっかり理解して自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、角錐の表面積、勉強していきましょう。今回重要点は一つだけです。それは角錐の表面積ってどうやって求めるかということです。でね、またまた表面積についておさらいしておきましょう。表面積っていうのは見えている部分の面積の合計だったんですね。だから表面積を求めるには展開図を書いて面積を合計するという場合がほとんどです。だからこそね、展開図の形に慣れておくということが大切です。今回みたいなね、正四角錐の表面積を求めたいときは、やっぱり正四角錐のそもそも展開図ってどんなやったかなと、そこに慣れておく必要があります。ちょっとね、これで具体例使って表面積求めていってみましょう。正四角錐の展開図は、こういう手裏剣みたいな形になるんでしたね。で、面積を求めたいんでね、やっぱり長さをこうやって書き込んでいくんですが、大事なポイントはね、この立体の時にあった高さ4センチっていうのは、展開図にした時、これをね、パカッと開いた時には、もはや消滅してしまうということです。4センチは、高さのこの4センチっていうのは、ここの展開図に現れてこないです。あとはね、この底面6センチの正方形と、ここの三角形4枚分の面積を合計すれば表面積です。じゃあね、底面積は6センチ6センチの正方形なんで、6×6 で36平方センチですね。側面積はこの三角形4枚分です。1枚分は底辺6センチ×高さ5センチ割る2ですよね。それが4枚あります。計算すれば60平方センチとなりますよね。よってね、求める表面積はそれらをすべて足し合わせて36足す60で96平方センチとわかります。これが正四角錐の表面積の求め方です。以上を踏まえて今回の問題解いていきましょう。次の立体の表面積を求めようということでね、やっぱりこれも正四角錐ですね。まずは展開図を書きます。こういう手裏剣みたいな形になるんでしたね。で、面積を求めるために長さも書き込んでいきます。底面はね、12センチ、12センチの正方形やと。で、立体の時にやったここの8センチの高さっていうのはパカッと開いたら消滅するんで、ここに現れてこないです。で、三角形のね、この側面の三角形の高さ、ここ10センチですね。じゃあまず、底面積はね、これ12センチ、12センチの正方形なんで、12×12 で144平方センチです。側面積は三角形、これ4枚の合計になりますよね。1枚あたりは底辺12センチ×高さ10センチ、割る2で求まります。
それが4枚分あるんで、かける4します。計算すれば240平方センチとわかりますね。あとはね、それらをすべて足し合わせれば表面積です。求める表面積は144+240で384平方センチとわかるという流れです。ということで、角錐の表面積 OK でしょうか？今回の重要点しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、円錐の表面積勉強していきましょう。今回重要点は2つあります。まず1つ目、円錐の表面積を考える前に、扇形の面積をこの長さを使って求める方法、それを再確認しておきましょう。できない結論ですがね、扇形の面積は半径かけるこの長さかける2分の1で求めることができます。何言ってるか早速ね、具体例見ていきましょう。ここに扇形があります。で、この扇形は半径が6センチで、で、ここのこの長さが 3π やとしましょう。そしたらこの面積っていうのは6×3π×2分の1で求まります。計算すれば 9π 平方センチになりますね。これがこの扇形の面積です。でね、なんでその方法で面積が求まるねんっていうのはね、それほどテストには出ないんで、ここでは飛ばします。もうね、昔数学の偉いさんが発見してくれたもんやと、そう思っておきましょう。大事なことは、ここの長さかける、ここの長さかける2分の1。これで、扇形の面積を求めることができるということです。そしてそれを分かっておけばね、円錐の表面積も簡単に求められるようになります。表面積っていうのは、見えている部分の面積の合計です。だから、展開図を書いてね、面積を合計すれば求まるんでしたね。ということでね、展開図の形が大事なんですが、円錐の展開図ってどんなんでしたっけ？というと、こんな感じでしたね。側面は扇形になります。そして底面は円でした。で、大事なことは、このここの扇形のこの長さと、底面の円錐の長さは全く同じになるんでしたね。だってね、これを組み立てたら円錐になるっていうことは、この部分とね、この部分がピタッと重なるからです。このね、赤の部分が同じ長さになるっていうのは、円錐の表面積を求めるときにね、ほんと鍵になるんでね、しっかり押さえておきましょう。以上を踏まえて、今回の問題を見ていきます。次の立体の表面積を求めようということでね、こんな形の円錐があります。やっぱり円錐の表面積ということなんでね、展開図が大事ですよね。まずは展開図を簡単に書きます。で、ここの長さっていうのは、ここと一緒で13センチですね。底面の円のここの半径は、この底面の円の半径、ここと同じで5センチです。じゃあ、あとはね、それぞれ扇形とこの底面の円のね、面積をそれぞれ出して合計すれば表面積ですね。まずはじゃあね、この底面積から求めておきましょう。これはただ単にね、半径5センチの円の面積なんで楽勝ですよね。円の面積は半径×半径×π で求まりました。だから5センチ×5センチ×π、25π がね、底面積です。じゃあ次、ここのね、側面積の扇形を求めていきましょう。扇形の面積を求めるにはどうすればいいかっていうとね、最初に見た通り、ここの半径かけるこの長さかける2分の1で求めることができます。今ね、半径がこれ13センチと分かってるんで、あとはここのこの長さが求まればいいですよね。じゃあね、このこの長さってどこと一緒やったかなっていうと、ここでしたよね。この底面の円の周りの長さと一緒でした。じゃあね、この底面の円の周りの長さどうなるかっていうと、円周っていうのは直径かける π で求まるんでしたね。今ね、半径が5センチなので直径は10センチです。つまり 10π とわかります。だから、この扇形のこの長さも 10π とわかります。じゃあ、側面のね、このこの長さが 10π とわかったんで、面積求められますよね。13×10π×2分の1です。計算すれば 65π 平方センチとわかります。よってね、底面積が 25π、側面積が 65π と分かったで、求める表面積はその2つを足し合わせて 90π 平方センチと分かるという流れです。ということで、円錐の表面積 OK でしょうか？今回の重要点しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。では、球の体積と表面積勉強していきましょう。今回、重要点は2つあります。まず1つ目。球の体積を求めるための公式とその覚え方について再確認していきましょう。いきなりですが、球の半径を R としたら、球の体積は3分の 4πR3 乗という式で求まります。これ何言ってるか、早速ね、具体例見ていきましょう。半径6センチの球があるとします。その体積はどうなるでしょうか？で、球っていうことはね、こんな感じのボールですよね。で、半径が6センチっていうのは、ここが6センチということです。じゃあね、これの体積はどうなるかっていうと、もうこの公式に当てはめるだけです。3分の 4πR3 乗。
これ間にあるのは掛け算ですね。3分の 4×π 円周率ですね。かける r の3乗。この半径を3乗したものをかけると。これで体積が求まります。つまり今回の例で言うと、3分の 4π かける半径6の3乗。これを計算するだけですね。でね、6の3乗っていうのは6を3回かけたもの。6×6×6 ですね。こういうのはね、先に約分しておくと少し計算が楽になりますね。計算すれば 288π 立方センチメートルと。このように球の体積が求まります。だからね、僕らが球の体積を求めるためには、ほんとこの公式が大事になります。で、なんでこの公式が成り立つねんっていうのはね、ちょっと今の段階では理解するのは難しいんで、もう丸暗記しておきましょう。昔ね、数学の偉いさんが球の体積を求めるために、こうやったらいいよっていうのを発見してくれたものです。あとは僕らとしてはね、これを忘れないようにするために、覚え方っていうのも大切ですね。球の体積公式、有名な覚え方はこれです。身の上に心配 r ので3乗です。身の上っていうのはね、誰かの、まあ毎日の様子みたいなもんです。それがね、心配やから3乗したよと。で、それが今回の公式とどう関係あるかっていうと、身の上に心っていうのはこの3分の4のことです。身っていうのは3なんですね。3の上に4があると。身の上に心、π r ので3乗です。これでね、体積公式、3分の 4πr 3乗を覚えておいて、あとはそれぞれの問題で、球の半径 r をね、ここに突っ込めば求まるよということです。じゃあ次、球の表面積の公式とその覚え方も確認しておきましょう。同じく球の半径を r とすると、表面積の方は 4πr 2乗で求まります。4×π×r の2乗です。これもね、具体例見てみましょう。半径6センチの球の表面積どうなるでしょうか。これの表面積は 4×π×r2 乗で求まります。今回球の半径は6なので、この r のところに6を入れるんですね。だから 4×π×6 の2乗です。6の2乗ということはね、6を2回かけるよということですよね。計算すれば 144π 平方センチです。これがね、この半径6センチの球の表面積です。だから表面積の場合もね、もうほんとこの公式に当てはめるだけです。だからこそ覚え方が大切ですよね。表面積の覚え方はもっと単純です。有名なね、心配 r 二乗です。4πr 二乗。まあそのままですね、心配 r 二乗。これで覚えられます。以上を踏まえて、今回の問題を見ていきましょう。次の球の体積と表面積をそれぞれ求めようということで、括弧1は半径4センチの球ですね。さっきの例で言うと、ここの半径のところが4に変わっただけです。だから体積にせよ、表面積にせよ、もうこの r のところに4を代入するだけですね。じゃあ体積の公式どうやったかっていうと、身の上に心配 r ので3乗、3分の 4πr 3乗でしたよね。だから r のところに4を入れて、あとは計算するだけです。4の3乗は 4×4×4 で64になりますね。今回これ約分できないで、もうこのまま分数のまま計算するしかないです。ということで答えは3分の 256π 立方センチメートルとわかるという流れです。じゃあ次、表面積もね、同様に公式に半径を代入するだけですね。公式は心配 r 二乗、4πr 二乗です。r のところに4を入れます。だから式としては 4π×4 の2乗ですね。4の2乗は16です。ということで計算すれば 64π 平方センチとわかるという流れです。じゃあ次、過去に行きましょう。過去には直径が6センチの球の体積と表面積を求めようという問題です。先との違いは半径じゃなくて直径がわかっているんですね。この直径が6センチやと言ってます。でもね、それやったら半径もわかりますよね。半径はその半分の3になります。この問題の最大のポイントはここですね。公式では半径を入れないとダメなんで、直径が与えられてるんですが、まず自分で半径をしっかり3センチと求めておくということです。まあ、ここさえクリアできればね、あとはさっきのように公式に当てはめていくだけです。まず体積は身の上に心配あるので3乗ですね。3分の 4π×3 の3乗です。これはね、先に約分しておくとちょっと計算楽ですよね。36π 立方センチメートルとわかります。表面積も公式に当てはめるだけですね。4π×3 の2乗です。計算すればね、こちらも 36π 平方センチとわかる。という流れです。ということで、球の体積と表面積、OK でしょうか。今回の重要点2つ、しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。